地域の人たちが生涯を通して学ぶ助けになればと、高田短期大学が梅林久隆学長を講師に全3回の予定で行う公開講座で、初回の今日はおよそ60人が参加しました。講座では仏教に由来することわざは庶民の文化に仏教が深く溶け込んだ室町江戸時代に多く生み出されたことや、敬意、挨拶、大丈夫といった普段よく使われる言葉も元は仏教用語であることなどが解説されました。他にも仏が弟子を褒めたたえた素晴らしいという意味の言葉が甘味の善哉という名称の由来となっていて、そのあまりの美味しさから名付けられたと紹介されました。この講座は津市の高田短期大学であと2回開かれます。